物質理工学院応用科学系の大友です。物質の豊かさというと社会的あるいは経済的に豊かな様をイメージしますが、物性の豊かさというと物質の性質の多様さを意味します。私たちの研究室では多様な性質を持つ物質を最先端の科学技術を使って合成し、その性質を詳しく調べることによって情報通信やエネルギー分野で役に立つデバイスを創生することを目的に研究しています。デバイスを科学するというキャッチフレーズで取り組んでいる私たちの研究室をご紹介しましょう。さまざまな化合物の個体を薄膜という形で合成しています。これは溶媒を用いる一般的な化学合成法と似ていて、個体自身が溶媒や溶質の代わりになります。つまりそれらをお互いに混ぜ合わせたり積み重ねたりすることで自由自在に人工結晶を作ることができます。人工結晶の薄膜は真空中で強力なレーザー光を照射して消化させたガス状の原料をまず作ります。その原料を種結晶の上に吹き付けることで薄膜状の物質を作ります。この時重要なのが原子の並びを精密に制御することです。例えば髪の毛の断面の1000分の1くらいの領域を顕微鏡で拡大してみるとその精密さがよくわかります。電気を流さない物質を積み重ねると金属になるという驚きの結果につながりました。これまで知られていなかった物質で新しい物性を発見したら次に考えることはその使い道です。情報社会で私たちがデバイスと呼んでいるものは電気信号を入力するとロジック回路で欲しい信号を出力してくれます。こうしたデバイスはスマートフォンの中に何千何万と組み込まれていますが、新しい物性がデバイスとして役に立つか実際に私たちが試験して確かめています。このような私たちの取り組みは日本学術振興会や日本学士院からの表彰などで評価いただきました。実は物理学の分野における評価です。しかしながら私たちのモットーはあくまでもものづくりです。科学をベースに物理学、さらにはエレクトロニクスへと展開する研究に共通する概念は物質中の電子の振る舞いです。化学反応の際には物質間で電子の受け渡しがあります。合成した固体物質においては電子の運動の仕方が物性に色濃く反映されます。デバイスにおける電気信号の入力や出力はもちろん電子が担っています。私たちが最近発見した透明な超伝導体は電子の驚きの振る舞いといえます。普通の超伝導体は金属にしか見えないからです。計算科学やコンビナトリアル技術をうまく使ってこれからも物性の豊かさを探求していきます。